生嬉しいよ。あの高村がさ、こんなに立派な寿司職人さんになってさ、しかもこうして先生のことを招待してくれるなんてな。うちの家内もさ、高村に会えるのを楽しみにしてたんだぞ。なあ、しかしあの高村だね。いや、そりゃ驚くよ。授業はサボるし、すぐに喧嘩はするし、ずいぶん手を焼かされたからな。でもだからこそ高村から今修行してるお店に来てほしい、成長した自分を見てほしいって電話があった時はさ、本当に教師をやっててよかったなって。え？いや、確かにその新鮮そうなネタは並んでるけど、今いい話をしてるんだからさ、高村申し訳ない。うちいつもさ、その回転寿司ばっかりだからさ、こういうあのカウンターのお店来て、うちのもなんかちょっと興奮しちゃって。これお前貸し切りなのか。そっか、後でお前大将にお礼言っとけよ。うん、そうだな、じゃあ頼むよ。見てみろお前、あのマグロのブロック、サシがね、サシがお前すごいよ。待ってました田村、これは。なるほど、これが高村の洗ったお皿か。え、どう、ピッカピカだよな。ああ、ありがとう。これお前の分。ピカピカだな。ピカピカだよ高村。うん、サシがね、サシがすごいよ。あれはわーっと入ってるから。うん、待ってました高村。これは高村の洗った小皿。あ、ありがとう。これお前の。どう？いや、だからあの高村がね、この小皿をこんなにピカピカに洗えるようになって、先生ね、もう胸がいっぱいだよ。うん。あとはお腹だけというね。ことなんだけど、寿司がね。高村、生きがいいの頼むよ。生きがいいの。よろしく。サシがね、サシすごいよ。地下鉄がごとくにブワーって入ってる。待ってました高村。高村、これが洗いたてのお皿。これ生きがいいよな。洗いたてなんですけどな。うん、あ、ありがとう。うん、これお前の分。いらないじゃん。じゃあ高村、次じゃあ頼むよ。うん。え？いや、まあそろそろお寿司は出てくるとは思うけど。うん。そうだな。皿洗ってるな。え？いや、分かって。言うからそんな顔すんな。あ、高村。高村、あのちょっとあのお皿洗うって一回止めてもらって、高村ちょっと一回あのねお皿洗うって、高村、うん、高村の洗った大皿、もうピッカピカだな、うん、高村これじゃあ、高村、そのほら高村ってさ、寿司職人さんになって3ヶ月だっけ、うん、なんかねあの先生ちょっと早いなとは思ってたんだけれども、もしかしてまだ皿洗いしかしてない感じ？なるほど。つまりその成長を見せたいというのは、皿を洗えるようになった自分を見せたいということなのかな。なるほどね。あの高村、覚えてる？あの高校の時さ、あの教室でね、高村があの
う自分家の鍵をこう握りしめててね、で先生がね、おい高村お前なんで鍵なんて持ってんだっていう話でしたからね、玄関の前でバタバタしたくないからもう準備してるんだって言ったろ、うん、今日もさ、あの時も思ったんだけど、すっごいせっかちいや、もうちょっと伝わる言ってること、だからもうちょっとね、こう先のその成長のさ、いや、違うんだよ先生ね、別に不満があるわけじゃないのよ、うん、いや、違う、高村の成長が見れてすごい先生嬉しいよ、うん、いや、嬉しいよ、そりゃそうだな、じゃんじゃん持ってきてよ、うん聞こえたかもしれないけれども、うん、食器しか出てこない、うん、え、いや、違うよ高村先生、これは嫌がらせでもなければ新手のお礼参りでもないなんていうか、すごいピュアというかまっすぐなやつよね、だから本当に成長した姿を見せたい、良かれと思ってやってくれてるんだね、それをお前教師としてさ、どうのこうのってお前言えないだろ、だってお前なあ、いや腹が減ったのはわかるけどさ、うん、ちょっと待って高村が手振ってるからよし、いいよ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 な、それにお前こっちもさ、お前言っちゃってるんだから、いつか成長した姿見せてくれっていう、なんでそんなこと言ったのって、成長をこんなに小刻みで見せられるのって言うなよ、そんなこと、なとにかくお前も褒めろよな、うん、お、高村、これは高村が洗った湯飲み、おお、これはさっきのにましてピッカピカだなぁ、なぁ、ピッカピカだなぁ、なぁ、ピッカピカだよなぁ、これピッカピカだよなぁ、感動しすぎちゃって言葉出ないよ、うん、あとこれ湯飲みじゃなくてこれ茶碗蒸し入れるやつだな、これそういうとこ高村かわいいよなぁ、高村かわいいお前カバンからチョコ出して食う。お、いや見てるよ先生。お、え、すごい。それ汁わん？すごい速さなんだ高村。え、あれ高村がちょっと浮いてない？ね。速すぎやこれ。浮いてるな。お、いいよ高村。行け行け行け。差しがね。差し